はい、皆さんこんにちは、森山ジョージです。今日もね、このハイエースをね、今日もプチカスタムしていこうと思ってます。で、今日は何をカスタムするかっていうと、マットでございます。はい、それでじゃあマット何っていうと、このねハイエースのこのスライドドア、このサイドのこの今ここステップがあるんですけど、ここにステップマットをね、あの車体の色に合わせたマットを用意したので、それをねちょっと引いていこうと思います。で、今回僕が購入したのはこちら、じゃーん、これステップマットなんですよね。車体がベージュなので、まあ、車体の色に合わせた方が多分いいだろうということで、これ1枚、だいたい5000円ぐらいかな。5000円ぐらい、確か、ね、楽天で買いましたね。これ概要欄に、今回使ったものもまたリンク貼っておきますのでね、もしぜひ興味のある方いたら、クリックしてみてください。で、これを2つ貼っておくという作業を今からやっていきます。はい、ということで今から貼っていきます。で、このサイドのステップなんですけど、結構やっぱね靴でこう上がるんで、意外にねこう汚れてるんで、貼る前にねウェットティッシュとか何でもいいんですけど、綺麗にホコリとか汚れを落とした方が綺麗に貼れると思いますので、何でもいいんで適当に拭きましょう。で、拭いたらこれ裏がねこう両面テープになってるんで、ほんとこれを一個一個剥がしていく、よいしょ、剥がしていって、もうほんとこれあと貼るだけですね。マットってね、僕の中では結構重要で、やっぱりおしゃれの一つだと思うんですよね。車体の色に合わせたり、自分の好みに合わせたり、こうチェック柄のが好きな人もいれば、僕はこう、ちょっと、レトロっぽい方が好きなんで、あとはもうほんと、これに合わせて、貼っていくだけ。よいしょ。やべ。位置を合わせて、貼っていくだけ。よいしょ。はい、こんな感じかな。これでおしまいっすよ、作業としてはね。ちょっとずれたら直してあげましょう。よいしょ。よし。うん。これも反対側やっておしまいです。本当にマジックテープで貼るだけなので、それだけでね、雰囲気だいぶ変わりますんで、ぜひ皆さんもお試しください。今ちょっと全容見せますね。はい、ということで全容を見せます。以前の動画でもご紹介したんですけど、僕はマットを、これもともと買った時はついてなかったんですよね。それをこうレトロ風のね、こう茶色とベージュのツートンに合わせて、これは買いました。こんな感じ、運転席と助手席ですね。で、後ろの方はちょっと今日陰に当たって見にくいかな。後ろもこんな感じで買ってます。で、今回は、まあ同じもの、このね、多分これ純正なのかな、これと同じものが実はなかったので、似たようなベージュっていうことで
こういう感じで買ってます。これで汚れないっていう感じですね。いや、いいね。だいぶやっぱイメージ、車内がね、やっぱベージュとか明るい色だと雰囲気がいいのと、あとやっぱこう車体の色に合わせる、これが非常におしゃれなポイントかなっていうふうに思ってます。で、今回買ったやつはこういうやつですね。まだまだちょっと今届いたばっかなんで、こうちょっと形状がまだよれてますけど、これ使っていくうちに多分伸びてくると思うので綺麗になると思います。こんな感じです。はい、ということでどうでした？今日のプチカスタムは、マット系のカスタムをしました。その中でもこのサイドね、スライドドアのこのサイドのステップマットを変えました。本当ね、ちょっと本当にそれを変えるだけで車内の雰囲気とかね、外からこうスライドドアって結構バーンと開けると外から見えるじゃないですか。そのね雰囲気もだいぶ変わると思うので、すごい簡単、しかも両面テープで本当貼るだけっていうね、めちゃくちゃ簡単なカスタムなので、ぜひね、先ほども言いましたけども、今日使ったやつはまた概要欄にリンク貼っておきますのでね、ぜひ興味のある方は、クリックして見てみてください。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。